今プレミアムボイシーめちゃくちゃ力入れてます。毎日10分喋ってます。しかも喋ってる内容は YouTube や講演会で話しているようなすでに法則化された内容ではなくって、今現在鴨頭でうち人が取り組んでいるビジネスや社会貢献の七転八倒物語をそのまま生で配信しております。なので大失敗の話ややろうと思ったけど撤退した話など、一般的には書物や講演会や YouTube では決して聞けないような内容になっておりますので、この鴨頭でうち人の朝礼を聞いているあなたにはぜひ聞いてほしいと思いますのでチェックしてみてください。あとですね、ビジネスを短期間で学びたい方向けの大人気講座が2月の16日と17日の2日間で開催されます。ビジネス実践塾 2days でございます。こちらではですね、受講方法が3つあって、自宅で自分のタイミングで受けられる動画受講と、それから、自宅で、リアルタイムで参加できる Zoom 受講、そして会場で鴨頭義人に生で出会ってエネルギーをもらいながら学べるというですね、会場受講の3つがありますので、ぜひ、ホームページの方からチェックしてみてください。それでは今日はですね、いよいよスタートしたばかりのカモイングリッシュについて、講師のスーさんとカオリンと、そして伝説の第0期の生徒さんの前でお話したいと思います。レッツセイいいねっていうふうにですね、カモイングリッシュなのでやっております。本当に始まったばっかりだよね。はい、そうだよね。はい、で今現在のところ体験セミナーをやって、準備してもらっていて、はい、10回でしたっけ。そうですね、だからスー先生の体験セミナー10回、カオリンの体験セミナー10回、トータル20回分ね体験セミナーがあって、これ半額でやってるんですね今ね、はい、オープニングキャンペーンで、はい、普段5000円のところ2500円でやってるんですけど、現在、カオリンがもうすでに、ね、体験セミナーやられて、はい、10名させていただいて、で10名全員入ってくださって、なんと制約率 100%。 レッツセイイエーで、1人は体験セミナーもう受けなくてもうやりますって言って、だから今11名あ、もう決めてました系の人、はいはい、すごいね。でもそのやるって決めちゃってた人とか、はい、実際体験セミナーでもノリノリでやりますって言ってる人は、はい、何が決め手になってるの。なんかやっぱり楽しかったっていうことですね。体験できるからだ。そう、体験セミナーで実際やってみるからだよね、はい、確かに聞いてるだけだと、そんなにないね、むちゃくちゃ楽しいですよって言葉で言っても、みんな楽しいって言うに決まってんだって、やっぱどっかで思うけど、はい、実際やったら楽しいもんね、はいはい、楽しい、はい、うわすごい嬉しい。ゼロ期のメンバー今ここにいますけど、ゼロ期のメンバーがなんか変だからこんなに盛り上がってるのかってちょっと思ってたんですよ。分かる。特殊なのかこのメンバーは。分かる。っていたらカオリンの体験セミナーでも楽しいって声が聞けて、めっちゃ良かった。なるほどね、ほっとしたような感じね。でもちょっとだけ言っていいですか、今体験セミナーに申し込んでる人も変な人かもしれません。まだ仮説だったでもコンセプトがやっぱり、日本最低レベルの英会話スクールってなっているので、これを求めている人の、人口って多いんじゃない。めちゃめちゃ裾野が広いと思います。そうだよね。でやっぱり 今はね、さすがに英語なんか全然いらないよっていう党の人は少なくって、自分の例えば子供たちはもう本当に小学校から英語をやるような時代になってきてるので、さすがに英語全く喋れないままちょっと逃げ切ろうっていう人少なくなってきたけれども、なんか例えば俺なんか55歳だから逃げ切れるんじゃないかと思ってたのでもその世代の人が、あ、逃げ切れないって気づいちゃうわけじゃない。でも学生時代とか、それこそ社会人になって会社でちょっとだけ英会話やったけど、やっぱもういいわ俺は、英語なしで切り抜けようと思った、やっぱり無理だっつって学び直すときに、レベルの高いとこ行くの辛いよね。そうなんですよね、たまたまなんだけど喋っていい、はい、昨日のボイシーで、あの武田壮雲が、はい、英会話に行って落ち武者になったっていう話でした。どういうこと。いや多分想像するに、はい、武田壮雲さんそんなにレベルは低くないんじゃないかと想像するのだが、はい、でも、ネイティブの先生に着いた瞬間に、もう何言ってるかが先生の単語が分からなくて、ずっとそれって何ですかっていうやり取りでレッスンが終わっちゃったって。だからね、
そう。で、あの武田双雲さんってもうはっきり病的に明るいじゃん。頭おかしいじゃん。むちゃくちゃ明るいわけ。だってマンボウの気が弱いっていう話だけをする配信とかするんですよ。むちゃくちゃ明るいんだけど、すごい暗い声だったの。だからあのクラス、だってワールドワイドな人じゃない、武田双雲さんって、あのクラスでもね、多分レベルが低くないんだろうけど、それでもあんなに傷ついて落ち込むってことはさ、言わんやね、あの一般の人で、昔学生時代につまずいたとか、あの英会話スクールに1回だけ通ってやっぱりダメだったみたいなさ、過去に傷ついた経験のある人さ、また傷つくの無理だよね。でこう傷が深くなればなるほど失望すると同時になんか裏の憧れみたいなものと なんかそっち側のエネルギーも結構無意識に強くなってるはずなんですよね。なってる、だって俺自分の子供に感じてるもん、子供が英語わかってるとすごいショック受けるの。だって変じゃない、親なんだから子供が英語レベル高かったら喜んだからな、なんかショックなのよ。ってなっちゃう。それで多分その反転してるんだよね。そうだと思うんですよね、自分のコンプレックスが。だから英語ができだからあれだよね、あのアメリカ人に会っただけで萎縮するってそういうことでしょ。本当ですね。その時になんか憧れとコンプレックスのなんかこう大きいものが反応しちゃうみたいな。なってる。白人見ただけでなんかすごい人に会ったみたいになっちゃう。言うは外人みたいになっちゃう。それってコンプレックスの裏返しなんだよね。だから英語ってなんか一つの語学という意味もあるが、世界共通言語と言われて突きつけられるがゆえに、英語ができない自分ってダメなやつなんじゃないかみたいになってない、それって良くないよね。良くないっていうか、そのマインドを持ってるのって損してるよね。そして比べる対象が常にアメリカ人とかイギリス人とかベラベラベラって喋られる人と、その武田双雲さんはこうね対峙して落ち込んじゃったみたいなところなので、比べる対象もなんか極端なんですよね。っていうかちょっとだけなんかレベルの低い口言っていいですか。あの外国人ってなんでさこっちに合わせないの、あいつら。もっと優しくしてほしいよね。ベラ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 早く喋りやがってさ。どう考えててできないのって。俺アイアムはオレンジジュースぐらい喋ってるんだから。もうちょっとさ合わせてくれてもいいと思うよね。でもそういう意味ではスー先生とかオリン先生はね、自分たちはトイック満点レベルでやってるけれども、むちゃくちゃ合わせてくれてるじゃない。合わせるの楽しいんです。むしろこっちが解放される感じで。やば。いや、それかもイングリッシュの別に強みとして作ったわけじゃないけど、存在価値いたなと思ってて、だってレベルの高い英会話スクールはもう何年も何十年も前からいっぱいあって。はい、大手のね、大きい会社さんがやってくださってるから、そこを俺たちやる必要ないなと思って、そこでこぼれちゃったかわいそうな子羊ちゃん日本人たちの役に立とうっていうのがこのコンセプトなので、だからまあほとんど、まあ、トラベルイングリッシュっていうことなので、海外旅行に行く5つのシーンだけに特化しているっていうことと、もうひたすらあの文法をできるだけ使わないっていう、もう単語とジェスチャーで乗り切ろうっていうね、でこれは海外旅行を10倍楽しくするっていうコンセプトにはすごく合ってると思うので、はい、このカモイングリッシュは本当に困ってる人にとって役に立てると思うので、どんどん広げていきたいと思ってますので、で、ね、第0期のメンバーもね、でも多分このカモイングリッシュ、あ、カモイングリッシュがトラベルイングリッシュね、トラベルイングリッシュの体験者は今のところこのメンバーしかいないので、あのできるだけ周りでね困ってる人がいたら伝える役割を、ね、はい、になってほしいなって、まあ一言で言うと売りなさいっていう。でもやっぱり価値を知ってる人じゃないと伝えられないからね。まあ、今のところ約50名ぐらいの人がもうすでに体験セミナーを申し込んでいただいて、もう大人気の講座になりそうなので、多分続けていけると思うので、やっぱ困ってる人がいる限りね、ぜひ今日もね、カモイングリッシュというかトラベルイングリッシュだ、トラベルイングリッシュのリンク貼っておこうと思いますので、あ、とりあえず体験セミナー触れてみたいなっていう方はね、ぜひね体験セミナーの方のお申し込みしてみてください、はい、それでは今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますように。レッツエイイエーバイバイ。はい、オッケー。びっくりした。びっくりした。